ブリーダーズカップ開催記念イラスト、に対するみんなの反応。アメリカで開催される競馬の世界的な祭典、ブリーダーズカップが現地時間11月1日金曜日からスタート、馬娘開発運営チームより開催記念イラストを、寄稿させていただきました。11月2日土曜日には、サイ・ゲームスの缶レース、サイ・ゲームスブリーダーズカップスプリントも開催、お楽しみに。世界へ。キャン中速報。次の実装は足出し。世界的厳中。まるで帰国子女みたいだ。そういえばむせび泣く厳中派、ワールドホースレーシングに補足されてたな。知らない人から見たら、なんでこの姉ちゃん号泣してるのが話題になってるんだ？となるんだろうか。絶対厳中荒ぶってるだろと思ったら、荒ぶってた。しかしなぜエスポン？走ってた、スプリントではないが。そうなんだ、他に馬娘化してる子で BC 出た子いる？ BC で言った馬娘はまだエスポンしかいないはず。エスポンウォッカオが良い、キャンチューウォッカオが良い。思ったよりがっつり絡んでてダメだった、サイゲのロゴ形質くらいだと思ってた。アメリカ人に、馬娘ってのはキャンチューのヤンキーばかりだと思われてしまう。キャンチューがこれで現地に行ってたけしの話するのかな。キャンチューは活動拠点佐賀で、ギャンブル以外の仕事するらしいですね。この構図ならうまくへそと笠松パンツを隠せてるから健全。今年はいけないっぽいけど来年は狙ってるみたい。来年も日本馬退去して出走するだろうし。将来の夢通訳者から今はギャンチューってすごい楽さだな。職業ギャンチューってわけじゃないだろ。このギャンチュー英語ペラペラとか本当にスペック高いな。アニソン歌手だよ、むしろめっちゃ夢叶えてるよ。英語のパートが上手いとは思ったが帰国子女だったのか。3000ドルください。強欲の馬娘。今1ドル153円だから3000ドルで、45万、9000円。なんだ、中央の未勝利戦の1着賞金の10分の1か感覚麻痺、5着に入っても55万入ると聞くと、中央で動くお金の規模の大きさを実感するよね。俺の年収じゃん。働いてて偉い。BC の公式では見たことないレベルで RT 回ってるな。BC はここ数年でマジで増えたけど、それまで全然いなかったから、エスポンくらいしか馬娘にはいない。数年どころか2年だよ、特にダートなんか半世紀経っても無理だと思ってた、ディスタフ勝利はマジの大番狂わせだった。ダートマイルよりメンツが揃ってるってレベルの化け物だらけだったからな。オーサムリザルトが3番人気なのは、間違いなくマルシュのせい。高い行動力と実現するスペックを持っている、キャンチューだけど。5年前の自分に JRA とはコラボしてないけど、BC とコラボしたよと教えてあげたい。来年の BC 現地参戦の大義名分ができちまったなぁ。英語話せんのマジで強い、トップガンの頃にいたらあのレッドカーペットメンバーにいたかも。キャラより中の人ネタでしか言われないのはどうなの？では実装してください。実装されれば変わる。2010年の BC クラシックを走ったエスポワールシティです。BC 中継進行担当の大沢さんも反応。グリチャのアナウンサーの人？海外競馬中継の時は大体司会やってるね。ワオエスポワールシティが書かれてるね。でも足重着だったし。エヴァヤンが馬娘化したら絡みそう。世界のゴーダさんが良い発音で、サイ・ゲームスブリーダースカップスプリントっていうのか。かっこよすぎてしばらくエスポンのスレだと気づかなかった。BC のダートとか凱旋門より、はるかに夢物語な時期もあったんだよな。あれ、JBC って今日だっけ？って思ったらそっちかい。天下のブリーダーズカップだぞブリーダーズカップ。いやーすごい時代になったもんだなー。今年挑戦するメンバーもみんな頑張ってほしい。朝香さんからしたら感動ものだろうな。パカライブで宣伝なかったからないかなと思ってたから、急にブリーダーズカップ公式がこれ出して笑ってしまったう。アジアにチルギャンチューから、アメリカにチルギャンチューになるのか。最下の赤かと思ったら BC 公式だったでござるの巻。わーいマニーもらえるとか思ってたら、とんでもないところからの発信だったでござるサクラン。次のピックアップだったらまずい、早く来てくれシャカール。
トップジョッキーは BC から佐賀の JBC に直行だから大変だわ。台風の動きが気になるが。特に川田は怪我明けでこれだから大変だわね。佐賀は実家だけどゆっくりする間もなく立冬戻りなんかな。藤田オーナーがインタビューで馬娘化するにあたって、ライバルが欲しいとかなかなか贅沢なこと言ってたな。現時点でイバヤン、日本にライバルいねえと。言ったらそうなるけど、アメリカのフィアースネスやシエラレオネが今回の結果次第では、最大のライバルになるかもしれんけど、馬娘にはなりにくいかな。社長のことだから自分で用意しかねない。ミッキーファイトやサンライズジパングには頑張ってほしい。地方競馬からフォーエバーヤングとやり合えるのが出てくると、さらに熱いんだがな。もっと強くなれラムジェット。リプライで海外馬娘に気わらわらで笑った。またすごいな、ちょっと8年前の俺に伝えてくるわ。今更だけど、このアニソンシンガー馬券士スペック高すぎじゃない？すごいけどギャン中扱いして誰も否定や突っ込まないくらい認知されてるのが、もうダメだと思いましたコナミカン。絶対アメリカ人ポカンだろ。って思ったけど日本向けの広告と考えればすでに成功してるな。間違いなく馬券売り上げ上がるし、日本企業がレーススポンサーにもなってくれるし、BC さん再同伴早で。馬券発売対象レースの 3% だったかが主催者に入るんだっけな。4レース分も売るから結構なものになりそうだし、そりゃニコニコで歓迎するわね。アメリカ人馬娘？日本人は相変わらずやってんなう。お出しされるタッケ博士とメカルメール。なんだこれは、なんだこれは。日本人なんだこれは。JRA うちもやりたい。あんたのとこは毎年有馬あたりにトンチキなことやってるじゃないですか。まさかイラストを BC 公式から出されるとは思わなかった。エスポワールシティの BCC は結果もあるけど、ゼニアった当時無敗の米最強牝馬が、負けたレースとしてのインパクトが強いから忘れられ気味よね。史実エスポの転機になったレースだから、馬娘でどう組み込むか楽しみだわ。ゼニアったサンビール飲むイメージが強すぎるんだけど、馬娘になっても飲むのかな。仮に馬娘化されたら麦茶好きくらいにされるんじゃね？わぁ、はっはっはっは麦茶だこれ。キムの真似したウォッカ？アニメ3期であったみたいな面白ビールをよく飲むとかはあるかもしれんね。かなり大きい馬だしガッハハって笑いそうなイメージがあるわ。歌手現中英語の先生。ちょっと現中の素養が認められるだけで帰国子女の再演やぞ。ここまで考えての、エスポン浅香さん起用だったんだろうか？すごいなうねぇ。仕事で行けば予費が浮いた分を馬券に回せる名采配。エスポって BC も出てるしなんなら JBC スプリントは勝ってるから、BC スプリントを広報するキャラとしては一番合ってるな。エスポが実装されたらこのレグの対戦環境もちょっと見てみたい。MC の英語めっちゃ悠長だから帰国子女だとは思ってたが、こいつどれだけ属性型なんだ。地方競馬場に行ったらアニソンシンガーが馬券買ってるのを見られる時代になったか。馬娘になる、歌見るでキャラソンが出る、JBC でライブする、BC に担当キャラ寄稿される、激動すぎるな。忘れがちだけどこの現中すごく育ちがいい。馬券知って歌手や声優やったり、バイリンガルだったりで多彩だな。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。